Thank you.
っかかった。手前で引っかかった。あっ、どちらがね。
ス1乗という価値。クボタの最高峰コンバイン DR7130 が実現する圧倒的な高能率作業を今皆様のもとへ。DR6130 は秒速 2.05m となっています。それではスタートです。序盤はやはりスピードが速い分、6乗狩りの方が早く作業を進めているように見えます。しかし終わってみれば DR7130 が先に狩り終えました。その差は2分12秒、およそ 10% 作業時間を短縮しています。1畳分多く刈り取れる、このプラス1畳の威力がはっきりと数字に表れました。さらに旋回回数は6畳狩りの53回に対して DR7130 は47回、旋回回数を 11.3% 低減。5畳に負担がかかる旋回、少ない方がいいですよね。そしてこの能率、旋回回数の差は面積が大きくなればなるほどさらに広がっていきます。面積拡大を見据える担い手農家の皆様に大きな価値を提供する DR7130、 これがプラス1乗7乗狩りの進化です。 DR7130 の高能率作業を支えているのはエンジンや脱穀部だけではありません。7乗となった刈り取り部は右側に 190mm 広げているので、周囲狩りの際畦との距離を気にせず余裕を持って作業できます。中割り時も三刈り株への泥寄せを低減、安心して作業していただけます。四隅の刈り広げもワイドな刈り取り部を生かして最低限の切り返しでスムーズに旋回が可能です。増えた1畳分をさばききるために中搬送は独立駆動式を採用。搬送姿勢が安定し、高ボリュームの作物に対してもスムーズな搬送を実現します。さらに刈り取り部の上部空間を上方に 50mm 延長したことで長間作物の通過性を向上しています。輸送時は7畳狩りながらパーツを外すことなく大型トラックに積載できる
コンパクトサイズを実現。補助間の移動もスムーズに、ポータルの作業能率を向上します。 DR7130 は圧倒的な高能率作業だけでなく、使いやすさを重視した機能を充実、快適な収穫作業を実現いたします。グレンタンクは2000リットルの大容量、排出回数を減らし高い作業効率を維持します。排出作業も高速排出アンローダでおよそ90秒で排出完了、作業時間を短縮します。また右側前方でも排出可能なので、楽な姿勢で確認することができます。さらに SX 仕様はアンローダカメラを搭載、キャビン内部の別画面モニターを見ながら排出状況を確認できます。別画面モニタは後方を確認できるバックモニタとしても使用できるので、後方の安全をより確実に把握することができます。またおなじみのワイドキャビンや全面ワイドガラスなど、高い居住性で過酷な収穫作業をサポートします。これからの農業に欠かせない ICT 機能も充実しています。 PF 仕様は食味終了センサーを搭載、収穫と同時にもみのタンパク質と収量を計測できるので、常に圃場の作物状態を把握することができます。オプションの食味終了メッシュマップ機能を活用すれば、クボタスマートアグリシステム警察と連携して圃場内での食味と収量のばらつきを把握でき、次年度の施肥計画にご活用いただけます。また直接通信ユニットを搭載しているので、作業を終えて圃場から出れば自動で作業日誌を作成、警察上で確認することができます。日誌の付け忘れを減らし、作業の振り返りも良くなりました。 DR7130 は少しでも長くお使いいただけるようメンテナンス性が向上しています。バスまでご集合をお願いいたします。引き起こし部が大きくオープンするので、万が一詰まった際も簡単にアクセスでき、素早く作業に復帰できます。小木道は大きくオープン可能なので、スムーズにメンテナンスできます。灰原チェーンも同時にオープンするので、万が一詰まりが発生した場合も素早く復旧できます。グレンタンク側板は工具なしで簡単にオープン、内部へのアクセスが容易になっています。カッタ工具カバーオープンはノブボルトを2つ外すだけ、工具なしで簡単にアクセスできます。プラス1畳という価値、クボタの最高峰コンバインDR7130 が実現する圧倒的な高能率作業を今皆様のもとへ。効率のいい収穫作業を実現します。グレンタンクは650リットルの大容量、高能率な刈り取りを支えます。カルメンは片側モンローを搭載しているので、もみの重さで機械がグレンタンク側に沈み込んでいます。この機能によって自動で機械の水平にキープ、湿原でも走行が安定して潜伏能力も増しません。風や水路を越えて排出できるロングアンローダーを搭載、場所を調整する時間をかけずスムーズに排出できます。タコ詰めけよ。
爽やかな装備で居住性をワンランクアップしています。さらに異常谷にも